いつもロペチューンをご覧いただきまして誠にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日はですね2代目の収録になるんですけども、 DBX に続いてこちらバンキッシュ登場しました。これはねすごいよ、ね、すごいよ本当にちょっと自分もね乗るの楽しみ。ああ個人的に、うん、個人的にもやっぱかっこいい、はい、ちょうどさっきね外に置いてたんですけどかっこよかったね。色味もいいですね。色味これねちょっとウルトラマリンブルーっていう色なんですけど、ウルトラマリンって坂本プロ聞いたことあります？ないっすね。あ、ウルトラマリン思い出ない？ウルトラマリン、あ、世代が違うかな。ここ僕がねここの時ウルトラマリンっていう香水がめっちゃ流行ったのよ。あーあーある？あ、もうそこ分かんないでしょ。分かんない。いや香水、あのジパンシーで出てるウルトラマリンっていう香水に、ね、はい、流行って、多分ね全国的に流行ったんじゃないかな、若者に。へー、あれつけたらモテるっていう。あの高校生、うん、ギャルを。ギャルを。ね、このチャンネルでギャルをっていうワードが出ると思わなかったけど。そう流行ってたんで、はい、ウルトラマリンブルーというね、はい、あれのウルトラマリンもっと明るいブルーだったけど、そうですね、ちょっとこれは大人なシックな感じになってます、はい、で一応スペックを紹介しますと、2015年登録の2016年モデル、うん、でエンジンはですね V12、 はい、12ありますか今まで。ない、全然ない。ああV12 5.9 リッター、まあ、約6リッターですね、はい、で馬力は576馬力、これも500馬力超え、トルクが 62.4 キログラムメートルなってるわけです。皆さん男は黙って12気筒そう、これ V12 の、まあ、約6リッターエンジンというとゴルフで例えるとどんな感じ？デジャンポーですね。確かに、はい、なるほど。ただちょっと馬力が570馬力だったですか、はい、今もうなんか700と出てくるじゃないですか、うん、パワー的にデジャンボじゃないのかなと思ったんですけど、ケプカぐらいですかね。あ、ケプカだ。ああ、はい、ケプカ選手ね。はい、なるほど、そんなイメージの車ですね、うん、坂本プロ、はい、どうですかこの V12 のアストン。さっきはね V8 だったけどアストンといえばやっぱりこの形じゃないですか、まあ、そうですね。あのさっき違ってたんです。やっぱクーペイワーツ。ああ、はい、そうなんだ。そうですね。SUV 最近好きですって言ってたけど、やっぱこれ見ると。そうですね。ゴルフのこと考えちゃったら、やっぱ SUV ってなっちゃうんですけど、うん、何も考えずだったらもうがぜん。これガチのセカンドカー検討です。あ、はい。はい、皆さん、失礼のないようにね。そうですね。はい。先日賞金も入ってるみたいだから、ね、これはちょっと今あると。これね、はい、最近ちょっとこっちがいいみたいな。ね、はい、ということです、ね、はい、はい、でこちらのですねバンキッシュですけども、新車価格3300万円でございます。いかつい、はい、そして今走行距離7000キロ、はい、うん、約走っておりまして、デッドプライスが1900万円。何も言わない大人だなで、これはでも DB9 ベースのね、うん、もう一番最上級グレードと言ってもいいバンキッシュなんで、まあ、テールの形状なんかもちょっと全然違ったり、ね、そうですね、するんです。これはタッチトロニック3のタイプですよね。うん、そう、タッチトロニックって、まあ、1、2、3ありまして、3なんで、一番最後のモデルですね、はい。そう。あと見てください。ボンネット。わかるでしょ？このもやっとした感じの。これがもうスーパーカーのボンネットなんです。カーボン。これね、カメラで映るかな。ね、このカーボンのモデルってそうないよね。輸入車の中。だから、フェラーリとかでも F40 とか50とか。ね、なんかそういうモデルとか、うん、いいでしょう。かっこいいな。だからぶつけちゃうと大変、すごいお金かかっちゃうから。そうですよね、そう、SLR、このボンネット分かんないけど SLR マクラーレンのボンネット交換で700万年とだからカーボンって本当にそれくらいですね。ゴルフ場に持っていくときはあの練習場から離れたところではないですか。そうですよね、やばいですよね。あとはちょっとねカーボンといえばねゴルフクラブもカーボンなんで、まあいいんじゃないかな。これあのね、なんかスープラの時もね、ミノさん、あ、俺のシャフトと一緒だって言って。そうです ね。あれは何のカーボン？グラファイト。グラファイトさん。いや、今日も。そう、あのグラファイトと、そうそう、これですよね。そうです。そういったカーボンも、同じメーカーなんだよね。そうですね。カーボンが車のパーツとして使われたりもするんで。ゴルフとも信用性があると。はい。そもそも、なんでアストンマーチンが好きなんですか？はい、なんで、なんだろうな、その他のスーパーカーに比べて、落ち着いてるじゃないですか。うん、なんだろう、言葉、まあ、あの雰囲気は落ち着いてる、上品とか品があって、すごい品がある、オラオラ感がない、あ、静かに
あの、皆さんに聞いてない。あ、すみません。高尾のところに聞いてる。あ、失礼しました。プロ、プロで聞こえてる。こっちから。はい、プロ、プロ。はい、すみません、すみません。はい。あ、どうぞ。大丈夫です。大丈夫なんです。それ、フラレットも大丈夫です。だからやっぱゴルフやってるからかな。アストンとかイギリスはなんかね。どうね、あとやっぱ、スーパーカーで内装が、やっぱ僕の中でダントツオシャレだなって思うんですよ。ああ。だってスーパーカーで基本的には、もうなんか、無機質というか。そう、もう、フルバケの、カーボン、カーボンでみたいな。みたいな、じゃなく、こう、すごいもう、おしゃれだし、かっこいいし。確かに。っていう。スピーカーもいいし。そう。B&O、はい、入ってるんで。か確かにね、あの、本当にスピーカーいい車で聞くと、鳥肌立つよ。ああ、やべえって。へー。で、そんなんで、ゴルフ場向かって、なんかいいプレーとか、よくだってスポーツ、オリンピック選手だってね、聞く前に、やる前になんかね、音楽聴いたりするでしょ。僕も試合の朝の練習場とか。あ、いや、へー。はい。どんな音楽を聴くんですか？聖子ちゃん。意外まあ、その辺のが多いですね。あのそう昔系。おいくつですか？僕の生まれる時より前の曲を聴くことが多いです。それはどの影響で？なんですかね。まあ、父親なんでしょうね、多分。ですけど、最近の歌はもう全然聴かないです。あの、テンション上げたい時とかは、デーモン小暮とか。世紀末とか。あ、そうなんだ。そうそう。はい、セコさんのどんな曲を？アゲアゲの感じの曲。いや、赤いスイートピーとか。マジで。で、聞きながら、ああ、なんかでもリラックスはできそうだね。じゃあちょっとまた車の話戻りまして。はい、鍵ですね。鍵ですね。アストンといえばですね、さっきの DBX もそうなんですけど、また鍵がかっこいいんで。じゃあ、メインキーの方でいきますね。あ、じゃあスペアから。スペアから。スペアから。うん、スペアから。はい。ついでに手品もね、してくれるんで。スペアキーがですね、こちらです。本当にこれまあ、棒の鍵。これ棒の鍵。棒のスペア。はい。これね、別々なんだ。そう、これついてるの少ないよね。これ意外と少ないですよね。大体ついてない。はい、でも、あれ、これ鍵穴もこれ。あ、ここ。そう。こういう、あ、ちょっと待って、坂本さん。こういう鍵なんです。昔からね、ジャガーとかもね、こういう鍵なんだね、はい。あ、こっからボタンでピョコって出てくるの？出てくるタイプではないです。ないんですね。これは分離です。へぇ、はい、で、基本的には、スペアキーはこのプラスチックのタイプ。そう。はい。ちょっと持ってもらって、はい、この軽さといいね。うん。3300万円のスペアキーとは思えない。そう、家のスピーカーと同じ感じ。思うじゃないですか。はい、ちゃんとありますよ。ですよね。こんな感じ。で、これガラス。お、うわー、かっこいい。これちょっと坂本プロに持ってもらって。これ滑るんで、ね。どう？これね、昔、これ全部クリスタルの鍵あったよね。でも、今ここだけじゃん。この辺も全部クリスタルになってるのあったよね。あ、ラピードとかのやつはそう。あ、そうそう、初代かな。はい、初代のやつは。で、この鍵を作るのに30万50万これ、2つ作んなきゃいけないはずなんですけど、1個単体は無理で、2つででも30万くらいですか。あ、でもね、あ、そうだったっけ、クリスタル、はい、かな。でもね、それぐらいするんです。かっこいいよ。で、昔アストンといえば鍵を発注するとリモコンキーと棒キーが別になってたんだよね、その分離されてるタイプ、はい、で、1個発注することができなかった。3つじゃないと発注できない。どういうこと？で、必ず15万ぐらいかかる。鍵がないと大変だ。3つもいられないんだけどって絶対来るんだよね。またなくすだろう的な感じなんですかね。うん、どうなんだ。そういうね、販売方法しかしてなかったの。今はしてる。V8 バンテージが出たぐらいの時は、ね、はい、そうだったんだよね。だけど、これ、キーホルダーとかがつけれないから、ね、レザーのケースに入れて、はい、そうですね、キーリングでつけたりするんだけど、結局エンジンかけるときはこの鍵を入れなきゃいけないんで、そうですね、ちょっと出さない。まあ、そこはちょっと使い勝手が。そうっす、はい、なるほど。ね、いいじゃない。その鍵だったら、まあでもキャメロンの方が高いですかね。パターンの方が高いですか。このウェッジと、まあ近しいかなと。あ、ウェッジ1本。そんなする？そうですね。はい、そんなする？あの、否定はしないです。普通の市販モデルで1本10万。高っ！プラス税、あの、プラス税で、僕の、これちょっとデザイン変えてるんですけど、あの、僕、型が違うんで、大体型取るのに、1個の型作るのに、10万ぐらいかかるから、
ヒー。なるほど。はい。マストだ。車で、あれですよ、無限って、うんうん、あの、ホンダさんの、が削ってくれてるやつなので、フルミルドで。すごい、おぜぜが。でもめちゃ。こうやって。ここに入れてます。じゃあ続いて、エンジンルーム見てみましょう。はい。ここちょっと坂本くん触ってみて、こうやって。なんかもうこのカーボンの感じ。ね、軽い。ね、エンジンもすごいけど、このやっぱカーボンだと。すごいっすね。ね。こういうの好きでしょ？好きです。で、皆さんが見て見ぬふりするエンジンルーム。そうです。そうです。軽いエンジン。もう大きいね。6リッター V12 って、この当時ってエンジンはあれですか？メルセデス。これは違うよね。違いますよね。アストン製です。アストン製か。なんか僕もうちょっとなんか奥まったところにあったかなと思ったんですけど、12キロだからそうっていうことですね。まあ、8キロになるとね、だいぶもうフロントミッドになってくるんで。はい、でかい。でかい。でももうこういう12キロのエンジン、得意とか。ないっすよね。ないっす。なくなってきますし、うん、もうヨーロッパだと多分これからガソリンの方もなくなってくる。そうですね、もう EV 化で。乗るなら今しかないです。混んでくんな。でもこれさ、ここもカーボンだよね。そしてフロントスポイラー、フロントリップもカーボンになって。これやっ、これぶつけちゃったってなったら、またすごい値段ですよね。これも多分カーボンだ。そう、僕ね、昔あったのが、SLS ブラックシリーズを納車するんだけど、はい、なんかね、下回りにね、ちょっとすりがあった。お客さんと相談してどうしますみたいな話をしたときに、やっぱカーボンって板金できない。そうですよね、はい、だから全部交換、足交換で、このちょっとの傷を直せず、70万ぐらい。リップも丸ごと足で、いや、カーボンリップスポイラーだけだけで。そうです、だけで。バンパーとかはまた別なんだけどね。高ーと思ったびっくりした。これは気を使いそうですね。これは気使いますね。で、アストンといえばこの形がいいよね。この前の形、丸いね、円形になっていて、ちょっと今の現行のアストンとまたちょっと違いますよね。なんかそれ考えると、なんかいろんなことを、まあ、アストン触るのもなんかちょっとあれ、なんか緊張するな。ちょっと距離大きくなるっていう。今日運転するからね。やばいな。まあそこでね、ちょっと緊張ね。でも今日コンタクトしますから。ああ、そうかそうか、よかったよかった。はい、大丈夫です、大丈夫です。そうという感じなんです、はい、で、ホイールは20インチ、うん、フロントが25535の20で、ブルーのブレーキキャリパー、はい、リアは305-30-20 20、はい、305、いいじゃないの。このホイールもかっこいい。リアのディフューザーもすごい。ディフューザーのカーボンか。バンキッシュですからね、はい、ブランクスポイラーってこんな感じだったんでしたっけ。サイドスカーフもカーボンか。そうか、全カーボンが、うん、で、このテールがやっぱさ、これね、やっぱ DB9 ってちょっとこれじゃ、DB9 ってちょっと違うんだよね。はい、ちょっと 半円形みたいな。この画像見てまた分かるんですけど。はい、でもバンキッシュになると、ね、こうなって。で、177っていうモデルが限定で出てるんだけど、うん、これがもうここ繋がってるんだよね。あれはだってもう定価で1億円ぐらいするんだよね、はいはいはい。そんな車でございます。はい。で、まずちょっと運転席に座ってみますか。はい、車掌、こちらになります。あ、すいません。うわ、ほら、ちょっと待って。これ一回内装見てください。これ、ここのレザーといい、このステッチのさ、感じもなんかドイツ車とは違うでしょ。違いますよね。ハンドメイドで作られてる感じがすごいよ。じゃあこれどうぞ先生。分厚、ここ。おー、これはシート触るのは初めてでございます。初めてです。あ、いいですね。思わずむせてしまった。かっこいい。ちょっと鍵の方はこちらのプラスチックの方にやっちゃいますけど。はい、はい、この。で、これは、先ほどの DBX と違いまして、鍵を。刺して。これどっちかの方に。どっちから刺せばいいんですか？細い方から。細い方です。え、いいですか？はい。で、ブレーキ踏んで押し込んでもらうと、吠えた。このセルのエンジンかけるときの、はい、
がいいですよね。そうでタッチ3で、そのセンターパネルのやつはちょっとデザイン変更されてるような感じ。これサイドブレーキです。サイドブレーキです。そうサイドブレーキ、これちょっと解除してみますか。解除してもらっていいですかね、はい、お願いしますね。これどうやるんですか。はい、おお、 あれロペライチャンネル見てないのかな。壊しちゃいそう、壊しちゃいそう。え、普通これでかかってる状態じゃないですか。ここは今フリーなんです。はい。で解除するときはここの位置から押して持ち上げるとこう解除されるんです。わかりづらい。で、ロックするときは普通にカチャカチャカチャって上がるんで。これでサイズ。はい。そうです。もうこれで乗れます。いいじゃない。じゃあちょっと閉めますね。はい。これ閉めるときもやっぱ上に開いてるからこのね重力でねあのハンドアになりにくい。ちょっと軽く吹かしてですか。おお。キラ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 って出てますね。これはなんだ。でみのちじゃあ助手席乗って。あはい。ええ、ちょっとなんか軽くちょっとせっかくが前に行こうかな少し。はい。で後ろも撮りたいんで。動かした。ちょっと動かす。ちょっとじゃあ前に行きましょうか。あのアクセルは入れないです。そのまま行っちゃいますか。おお。でパーキング。なんか緊張してない？してますよ。おしゃれやな。でこちらがリアで坂本プロこれを、はい、トランクを開けてみてください。どうやって開けるでしょうか。お、さすが。うわ、乗るかな。あ、乗るな。今一生懸命無理やり乗せようとしてるから。ここもカーボンになってるわけです。あー、すごい。ここにでもね、ちゃんとマットみたいなね、感じになってて。じゃあ、入れてみましょうか。はい。ロペライオといえば、ゴルフバッグを入れる。よっ。おお。おお。おお。お、入る入る入る。あ、ちょっと大きいかな。あ、でも入る。あ、入った、大丈夫です。どうしますか。はい。入りましたよ。これ2ついけるんじゃないでも。スタンドだったら2ついけると思うんですよ。ね、はい、ほら。スタンドだったら2つ。DB11 も2ついけるからね。どうしますか。いや、お金あれば絶対買いますよね。即。これアストンマーチンでやっぱり試合行ったら、ちょっとあれってなっちゃう。いや、多分絶対言われるでしょうけど。お前うるさいなみたいな。多分車興味ない人からしたら。だってクラブハウスに来る前からちょっと音がしてきて、うわーみたいな感じで。多分つけて。言われても、いや、関係ねえ。関係ないですよ。でもある意味、それやっても、このチャンネルでこういうレビューしてるから、ちょっと合法的だよね。まあ、乗っちゃいけないとか、そういうのは全くないんで。優勝なんかした日には、多分彼というのは爆音でかいでしょうね。ありますよ、ね、ここぞとばかり。一足で引っ張りますこれでもクラブハウスについてね、まあ、あのゴルフ場の方がさバッグ下ろしてくれるじゃん。やっぱこれだったらちょっと緊張しちゃうよね。でも自分で下ろします多分。大丈夫ですよです、ね、大丈夫ですよってなっちゃう、はい、ただ向こうもあんまり触りたくないんじゃないですか。多分触りたくないか、ね、お願いしますっていう、なんかそういうトラブルもあるだろうね、はい、と思いますね。じゃあまたお尻から見ますか。ライトエンジンかけちゃいます。はい。いい音、うん、じゃあライトオン、ブレーキ、ウインカー、うん、ウインカーランプがつくわけですか。バック、あ、いいね。バックに入れると大体なんかバルブ開くよね。開きますよ、ね、はい、 OK です。あ、リアフォグお願いします。おそんな感じなんですね。 OK です。じゃあちょっと前も見てみましょうか。じゃあスモール、うん、上がね、ロー、ハイ、はい、ハザードね。アストンといえばね、やっぱこのねセンターのこの縦のラインなの。うん、OK です。じゃあエンジン切ってください。では念願の V12 アストンマーチン試
試乗したいと思いますけど、今の心境はどうですか？ちょっとね、ちょっと怖いです。ああ、ちょっと怖いと。これが最初ね、はい、我々で運転して、途中でちょっと交代してみたいな。はい。ちょっと緊張ね。いや、だいぶしますよ。ああ、そうだ、試合より試合よりか、ああ、試合より緊張してるんで。はい。はい。では、よろしくお願いします。お願いします。全然こっちがいい。おっとそこはどこで、多分走り出しもちょっと違うっすよね。走り出しがもうこっちの方が、はい、あっちがもうあの DBX の方がもう本当女の人も乗れるぐらい乗りやすかったかな。あ、確かにあれは乗りやすいですね。でも意外とこれも乗りやすくて、あ、全然でも、はいはい、乗りやすいです。あの表現するとしたら自分でやっぱマニュアルモードで乗る方が面白いです。そうそう。でもなんかステアリングのレスポンスっていうのハンドル操作しての、はい、向こうの方が反応は良かった。ちょっとだるっていうか、こっちちょっと遊びがある感じです。遊びありますよね。パネあのインテリアは一つ前の形と現行だと違う。全然こっちです。あ、こっち。あとちょっと言うとこのナビゲーション、はいはいはい、おバカさんです。そうなんですか。これ結構おバカさんです。これ車外なんか入れられないですもんね、こんなの。いや、一応入れられるんですよ。あ、入れられるんです。はい。なんで地図なんてこんなんですよ、純正。え、でもこれ年式2015年登録の。そうです。16モデル。16年モデルですよね。ちょっと古いな。なので後付けで。はい、こういうこれが切り替えができるんですけど、これだったらちょっと、ああこれならまだで社外製のやつに切り替えはできるんです、これは。あ、なるほど。ただ画面もちっちゃいんで、まあ個人的には僕はもうなしでスタイリッシュに乗ってもらった方が。確かにそうですね。いやー、やっぱこっちだよな、ストンって。感じで、こっからちょっと運転をお楽しみください。スポーツ入れとか。これ今サスはノーマルですか？サスノーマルです。全然別物ですよね。全然別物ですね。こんなにも違うかっていうぐらい別物ですね。こっちの方が曲がるな。こっちの方がしっかりしてるっすよね。全然こっちがいい。あいや、全然こっちだわ。お、意外と手前でシフトアップするんですね。ちょっとまだあれかなと思って。これ全然楽しい、こっちの方が。まあ、こっちが本来のアストンっていう。まあそうですよね。作りっすよね。ところどころでシフト、あの回転数上げて音も拾わせちゃった方が。これはめちゃくちゃ楽しい。これ今いくらでしたっけ？これ1900って距離が少ないからだと。ああ、気持ちいい。僕はもうこれはもう本当マニュアルモードで、そうっすね、自分の好みの回転域とかで走らせたいです。おお、なんか DBX よりはちょっと走り方が違うな。え、そうっすか。多分向こうも同じこと思ってるんじゃないかな。まあ、V12 と V8 の、これ NA ですよね。NS。まあ、そこの差もありますよね。はい、やっぱ気持ちいいですよね。いやー、いいわ、これ。こういう目線ですかね、多分。全然運転しやすいですよ。
そう、DBX の方が、まあ、しやすいんでしょうけど、比較したら、はい、あれと比べちゃったら。硬くなりましたね。でも、うん、継ぎ目の時が特にやっぱ違いますよね。はい、氷したいっす。これはマニュアルモードで走りたくなるっすね。でもこれをじゃあ変な話、はい、ゴルフ行きました、はい、行きはなんか楽しそうじゃないですか。いや、まだ10分そこそこしか運転してないですけど、はい、まあ、確かに疲れるとは思います。ああ、やっぱり。うん、でたまに僕ゴルフ場でアストンとか見かけますけど、たまにます、ね、疲れないのかなとか。ちょっとやっぱシートかな。シートが硬いのか。硬い。芯が、うん、芯がなんかあるんですよ。いや、足周りの硬さとかじゃなくて、多分シートじゃないですかね。なんか。まあいいですけどね、僕はアストン乗れんだったら疲れようが。それを我慢して乗ると。でも眠くならないですよね。なんないですね。絶対に。やっぱこっちの方がスーパーカー乗ってるかなーっていうのはあるっすよね。間違いない。さっき自分乗ってた時、はい、なんか気づかずにマニュアルモード乗ったんですよ。乗ってました。なんかこの車うるせえなーと思って。そりゃあ、すげえ引っ張るじゃんと思ってたけど、自分がマニュアルモードにしてたから。これ、そう、スピーカーを比較するって話だったから。スピーカーは一応つないでありますので、はい、全然こっちの方がいいや。スピーカーマフラーも大きくか、こっち。いやでも多分僕音楽流さないです。あ、流さないや。だからなんか強いて僕前本当にこれであったら完璧だなって思うのが、トランクスーになるな、トランクスルーになるんだったら、もう本当何も言うことないですね。ああ、セルフ改造でお願いします。セルフ改造、売れなくなっちゃう。楽しい時間はあっという間でしたね。じゃあサマーズブロー、はい、今日もありがとうございました。ありがとうございました。念願のアストンマーチンデビューとなりましたが、そうですね。いかがでしたでしょうか。ガゼンバンギッシュの方が良かったです。聞きましょう。そうですね、もうスパルタの感じがやっぱ乗っててアストン乗ってるって感じがしました。やっぱそれはですね、助手席にいても、あ、本当に多分好きなんだっていうのが分かりました。俺は分かるよ。分かります。助手席にいると本当に好きじゃないんだよ。バレてる。俺なんか言葉なんか何言おうかなって考えてんだろうな。なるほどね。やっぱ良かったんだね。でも並走シーンは逆にね、今回 DBX 乗ってたんで、はい、バンキッシュ撮った時にね、迫力すごかった。もうオーラもあったし、はい、音すごかったよね。だから乗ってる音ってさ、ちょっと違うよ、はい、こっちはさ、うわーっていう行くような音だから、あれもなんかね、映像で収めたかったなと思うんだけど、ちょっと難しいんだけどね、それはね。かっこよかったね。あれはね、なんかすごい邪悪な、邪悪なレーシングスポーツカーが来たぞみたいな。なるほど。なんかエレガントとか華やかとか、イギリスっぽくない、なんか、超悪そう。そんなね、印象。ホイールが超かっこよかった。マッシュ。だからね、公開された映像シーン見ると、やべえ。白米2杯ぐらいです。そう、3杯ぐらい。めちゃめちゃ。皆さんはどうでしょう。僕は逆に、まあ、バンキッシュ乗って、DBX の並走とかやってましたけど、やっぱ途中カーメラが出てきたみたいですけど、うん、SUV でバラバラと聞くとやっぱ異様だな。ああ。なんか普通の佇まいじゃ佇まいなんですけど。あの音だったりとか、だけどあんまさ興奮を顔に出さない感じだったんだよね、DBX。
いいんですかね、言っちゃって。 DBX は思った以上に普通だったって感じです。おお、なるほど。でやっぱバンディッシュの本がもう全然やっぱり載っててわーってなりました。ということで、アクションマーチンのスポーツサーは来ないかもしれないんで。レクサスね、来ないし。トヨタも来ない。あ、そうですね、トヨタさん。ね、いや、DBX 良かったですよ。すごい。めちゃくちゃ良かった。はい。ね、まあでも DBX ってね、新しく出た車でね、やっぱメルセデスとの、まあ、マリアージュみたいな感じもするんで、はい、ちょっとね、イメージとは違う。まあそうです。これは正しいね、はい、意見だと思うんですよ。で、バンケッシュ乗ったら、ああ、これまさにバストンだなっていう。はい、ありましたね。そういうところあるのかもしれないけど。あと、これからもまた試合あるんですよね。そうですね、はい。長嶋茂雄セガサミカップが北海道でやって、で、その次の週、ケリジオガさんが福岡のケアゴルフでやってっていう感じですね。目標は。あやっぱちょっとあのバンギッシュ買えるぐらいの賞金。それでもしツアーで優勝したら賞金どれくらい？2,3,000 万。すごい。だからね、優勝目指して頑張ってもらいたいですね。はい、でね、もし優勝しちゃった日にはなんかね、今日きっかけになんかまた目標みたいなね、アストンだったらバンギッシュ、はい、乗るぞみたいななんかそういうね目標も一つまたできたと思うんで。そうです。頑張っていただければというふうに思います。はい、では、本日のロペチューンは、以上となります。どうも皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。